はい。皆さん、こんにちは。リライズ・ショート・ストーリー、美しい時代を作る人たちということで、本日はですね、自分の人生を RPG のゲーム感覚で楽しみながら、日々ですね、仕事に全投球しているという大原正弘さんに、インタビューをさせていただきます。大原さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はじめにちょっと簡単に自己紹介というところで、はい。ご挨拶していただけたらと思います。よろしくお願いします。はい。今は、大原正弘です。今は、未知株式会社っていう、コーポレートコーディネート事業っていう、企業さんの、集客側面でのお困りごとであったり、ホームページに来てくださるんだけれども、問い合わせにつながりづらいっていうお客さんであったり、採用に困ってるんだよっていうようなお客さん。に対して、コンテンツマーケティングというところを主軸に活動している会社で営業として頑張ってます。お、営業なんですね。はい。いや、素晴らしい。営業っていうのは一番ね、会社の顔みたいな、ポジションなので、大原さんまさにぴったりかなと思いますね。ありがとうございます。はい。じゃあ、それでは早速ですね、リライズショートストーリーの質問というところで、大原さんにはですね、まずどのような夢やビジョンをお持ちですか？はい、自分の夢としては、関わる人の人生の可能性の飛躍に携わるようになる、携わることができるようになるっていうところを、人生をかけて成し遂げたいこととして置いてます。すごいですね。いや、そういう人ってなかなか言えないですよね。人生に携わるってすごいことだなって。大きなね、夢というかビジョンだなっていうのをすごく感じます。はい。で、それで大原さんはそれをね、具現化するためにどんな夢とか目標や計画、こういったものを立ててらっしゃるとかっていうのをちょっと、例えば1年、そうですね、1年後、3年後、5年後とかっていうのとかがあったら、よかったら聞かせてください。はい。ありがとうございます。具体的に5年後みたいなところで置いてるかで置いてはないんですけど、大きく課題感として2つ、そこを実現するために、じゃあ目の前で追っていることとして、要素として2つあって、で、そこを1年後までに達成するっていうことを今意識してやってて、で、そのうちの1つ目っていうのが、社会についての理解を深めることっていうところを置いてて、で、2つ目が人間理解の幅を広げることっていうところで置いてます。ああ、なるほど。社会について深めることと、そう、社会について、はい、の2つで置いてます。ええ、それすごいですね。それは大原さん自身が、そうですね。掲げてることなんですね。そうですね。なるほど。じゃあ、社会をね、のことを知ることと、人間を知ること。これで社会を知ることとか、それぞれに対して、そうですね、目標とか、その計画に、今、現在、どのようなっていうところで、活動指針を持ってなさってらっしゃるんでしょうか。大きくは、実際に活動、社会について知るっていうのは、まさに今自分が知っている仕事って、業種問わずお悩み事が発生する領域ではあるので、そこの会社さんのお困りごとっていうのは解決するっていうところになってくる。ので、今は実際にじゃあ何を実現するかってなった時に、今の会社で営業として一人前になる。認められる状態であるってことを1年後のタイミングで目標としておいて動いてる感じです。あともう一つ、その人間。はい。人間理解のところに関しては、それこそ仕事の中で、これまで自分が携わってきたような人だけじゃなくて、自分が関わってこなかったような人っていうのも、多分接する機会って多くあると思っていて、そこを自分の中で、判断することなく、興味を持って、この人ってこういうふうに考えてるんだっていうのを多く知っていくっていうことは意識して動いていけたらなと思ってます。それってすごい、結構自分たちが仕事をしてしまうと、仕事だけの人たちの中で関わることが終わってしまったりとか、ね、なかなか交流もほら、やっぱ仕事の時間に拘束されると、それ以外の、例えばいろんなことをやってる人たちいると思うんですけど、
全然自分とね、やってる真逆の人たちだったりとか、そういう人とって出会うことって普通はないじゃないですか、やっぱり仕事を。そうですよね。うん。だからどうしても似たり寄ったりというか、似通った考え方の人たちになるっていうところが多いなと思うんだけど、それをあえて大原さんはそれ以外の人たちのいろんなこととか、そういうことも知りたいとか、なんかこう、そういう考え方もあるんだっていうことを、どんどん取り入れていきたいっていう感じなんですね。そうですね。最終的に関わる人がどのような人生を描いていくかっていうのを考えたときに、じゃあどんな人生の選択肢があるのかっていうのを知らないと描けないし、うん、確で、かに。この人はどんな価値観を持ってるのかっていう、その人を知るっていうことができないうん。と、じゃあどういったことが壁としてあって、課題として出てきて、みたいなことってわからないかなっていうのがあって。ああ、なるほど。でも、ある意味、それって、やっぱりその人と関わる上において、その人の人生のこう最終目標っていうものが、どちらかっていうと、あれですか、仕事に特化したみたいな感じですか？そうですね。その人の人生がそれより豊かになる道っていうのが、その仕事に特化っていう場合じゃないことも、まあ往々にしてあるかなとは思うんうで、そこはまあ幅広くっていうふうには見てはいるんですけど。ん。へえ、じゃあ、ある意味、こう、仕事の営業だけじゃなくて、それを含む、なんていうの、その人の人生の、なんかこう、醍醐味ですよね、それってすごいし、その人の人生が、あ、これでよかったと思えるのって、それを言ってもらえるね、出会いが小原さんとあるってことは、すごい、やりがいのある仕事なんじゃないかなと思うんですけど、はい。なんか、でも、そもそもですね、まあ、未知株式会社っていうね、私はその未知というのが未知の感じね、ちょっと あれが私はすごいなって、新しいすごい会社だなっていうのも感じたし、まあでもそこに入るのもそうなんですけど、そういった大原さんが自分が持ってる夢ビジョンに行く、そもそものその夢ビジョンを持ったきっかけは何でしょうか？きっかけは大学生の頃にしてた、その教育系のスタートアップベンチャー企業でのその長期インターンが一番大きなきっかけであって、やってたこととしてはですね、その小学校から高校生までの子の、生徒指導を個別でやっていたりであったり、実際に、そこの会社の研修っていう部分を携わったり、そこの会社でのその講師のそのマネジメントっていうのを担当したり、講師のマネージメントまで。もう全部そこの塾運営っていうのをインターン生がする。で、そのインターン生がする中でインターン生も成長するし、で、そこで学んできたことっていうのを生徒さんにも還元してっていうのところを、まあなんか一番のコンセプトとしてやってる。へえ、なるほど。塾に行く、その塾っていうところの、インターンとして入るわけですね。そうです。ああ、なるほど。そういうふうに今なってるんだなって、私も今、改めて知りましたけど。うん、あ、じゃあ、その大学っておっしゃってたけど、大学のインターンって大体3年ぐらいから始まるんですか？そうですね。3年から約2年ぐらい携わってました。え、卒業まで。そうですね。基本的に卒業までずっとコミットするっていう。すごいですね。で、逆にその長期インターンから就職にってなったりするんですか？そうですね。基本的には、そこで身につけたその力っていうのをもとに、その各会社に入って実現していくので、そこの会社に入るみたいなことは、あんまりないかあ、そうなんですね。なるほど。いや、でもその大学3年生の時に、やっぱりその、ね、教育っていうところのインターンに行こうって思ったそのきっかけも何だったんですかね。そうですね。その時のきっかけとしては、その自分自身がその未熟、それこそ自分自身の課題感として、その教える、伝えるっていう部分もまだまだだったし、人間について知るっていう部分もまだまだだったし、そのゴールから逆算して描くみたいなところもまだまだであって、で、その中で自分がめっちゃ尊敬する先輩が、そこを実現している先輩がいたんですけど、あ、そうなんですね。その先輩がもともと携わってたところが、まあ、ちょうどそのインターンやったんですけど、で、その先輩がそのインターンの中でもう最弱のインターン生っていうふうに言われてて、ただ自分からするとものすごく尊敬した先輩で、その先輩がボコボコにされるインターンってどんなところなんだろうっていう、そんな成長環境があるのかみたいなところで、
ちょっとやりたいですっていうところで。尊敬する先輩というか、モデルみたいな先輩がいたんですね、小原さんの中に憧れる。その方は、すごいやっぱり小原さんから見てできてるっていうか、すごいパーフェクトな人だったんですね。そうですね。思考力がものすごく高くて、人間理解も深くて、あ、こんな大学の先輩いるんだって、当時の自分がものすごくびっくりしました。なるほど。その先輩がボコボコにされるんですか？そうですね。そういったところにあえて行ってみたいって思ったわけですね。そうですね。いや、かなりのチャレンジ精神が、大原さん、めちゃくちゃあるんですね。そうですね。自分の中でそのチャレンジするってことは、ええー。面白さなのかな。面白さ。ああ、なるほど。最初に言ってあったね。RPG ゲームのようにね。楽しめるってことなんですかね。いやー、でも普通なんかそういった先輩を見て、なんか大変そうって思ったら、行かないっていう選択もできるけど、あえてそこにチャレンジしてみたいっていうのは、どうしてそう思ったんですかね。そうですね。そこに自分が乗り越えるべき壁があったからっていうところかなと思っていて。ああ、乗り越える課題とは何だったんですか？それこそその当時、そのキャリア支援みたいなところも、その教育系のインターンに入る前にちょっと携わっていた部分があったんですけど、自分が、じゃあ今目の前の人にその届けることができる価値って、もうそれこそもう何もないな、みたいな。なるほど。っていうところがあって、ただ自分が実現したいと、なんですかね、人生をかけて届けていきたい価値ってそういったところにあるっていうような、その時はまだぼんやりとした感覚ではあったんですけど、ただ、なので、じゃあ自分が能力として身につけるべき点として、それこそ伝える力、しかり、伝える何が力。必要なのか、何が必要なのかっていう人間理解の深さ、しかり、ゴールから逆算して設計していく力、しかり。ここを今習得することって、まあ、最終的に自分の人生において習得するべきものだっていうような。なかなかそれはね、深い考察というか、する洞察力というか、そういったのを持って、今ね、小原さん、まだ若干というか、年齢は関係ないんですけど、まあでも20、大4。学24ですよね。だから大学、ちょうど3年生だったら20歳、21ぐらいの時で、そういうことを考えていらっしゃったということですよね。そうですね。いやー、すごいですね。いや、でも、その小原さんが、まあ、そのキャリアのね、長期引退、教育っていうところに携わるまで、それまでね、お父さん、お母さんいらっしゃって、本当にね、それまで、順風満帆に、生きてこられる中で、やっぱそこに行き着くまでの、その前の段階で、そうしたその、教育とか、伝える力とか、何が必要なのかっていうところに行く前の段階で、なんかどんな、その発見とか、その出会いの背景にはそれ何があったのかなって思うのが、自分のね、未熟さっていうのを言われたんですけど、でも、その未熟っていうこと自体も、通常、子供っていうか、子供の時代だったら当たり前だと思うんですよね。それに対して、例えばご両親が何かいつも言われてた言葉とか、どんなせい、なんていうのかな、どういうふうに子育てをしてあったのかっていうところとかもちょっと聞かせてもらえたらと思うんですけど、そうですね。割と自分のお父さん、お母さんっていうのは、自由に育ててくれた。その自分のその意見っていうのを尊重しながら育ててくれたなっていうところはたので、特にこういった言葉をかけてくれてた、みたいなことって正直あんまなくて。じゃあ褒めてもらってたことが多かったですか？見守ってもらっていたことが多かったっていう感じですかね。そうなんですね。すごいご両親ですね。なんか口出したくなる親がいっぱい多いじゃないですか。多分ね、支援、高校生、小学校から高校生までの子供さん見てたりとかしたら、そういうおそう父ですさん、おね。母さんとかもいらっしゃるんじゃないかなと思うけど。結構じゃあ、もっともっと頑張れとか、そういう言葉じゃなくて、もう見守ってくれてた。そうですね。でも、ある意味信頼されてるってことですね。
そうですね。まあ、その自分の人生は自分のものだから、まあ、時間の使い方っていうのは自由にしたらいいし、行動選択っていうのも、まあ、自由にしたらいいし、ただ道それた時はちゃんと、その、なんだろう、助言をしてくれるみたいな。いや、すごい、でもいい関係だったんですね、ご両親ともね。でもなんか自分の人生は自分のものっていうのは、いや、なかなか、それいつぐらいに気づいたんですか？どうなんですかね。割と父がそういうふうにな、その考え方を持っておられる人だったんで。あ、すごいですね、それ。なるほど。なんか親子であっても、そこまで過干渉にならず。いや、めちゃくちゃなんかすごい、なんていうのかな、ご両親との関係性とか、本当に大原さんがそれをしっかり受け取って、今に至っていらっしゃるんだなっていうのをすごく聞いてて思いました。いや、でもね、本当にこの、なんだろう、乗り越える課題っていうのを自分でこれ見つけるのってなかなか難しくないですか？そうなんですよ。だからこそ自分の中で中学高校って結構くすぶってる時期っていうのもあって、今の自分がもし当時中学高校の頃の自分にその伝えるってなったら、今こういったことが課題としてあって、でこういったことを目標に今こういう練習が必要だっていうところは言うことはできるんですけど、当時の自分そこも分からず、た確だ練習するけどうまくいかずみたいなところでサッカー部に通ってたサッカー部だったんですけど、なんかうまく成果として残すことができずっていうようなバックグラウンドっていうのもあって、だからこそじゃあただその人の良さって本来あって、そこをうまく引き出すことができたら、その人の可能性って無限大なんだっていうところを実際にその生徒指導を通じて感じることもあって、なるほど。だからこそそこに対しての価値提供っていうのは自分の中で、まあ、人生をかけてしていきたいなっていうところになんか結局つながっていたり、なるほどね。まあ、だからやっぱその当時だと絶対見えない課題、自分ではわからないからこそ、それがわかるからこそ、そういった出会っていく人たちに、その課題がこうだよねって見えてるところを伝えてあげて、それを一緒に乗り越えていくというか、成長していくっていうところがあるってことですね。そうですね。ああ、それ最高ですね。いやー、素晴らしい。だから本当にね、人って本当にこの地球上に77億いれば、もう本当にバラバラな状況で、まあ、生活ね、環境、状況だとかも違うんですけど、まあその中でそれをこう、なんていうのかな、共に歩んでいくっていう、大原さんのその姿勢、こう、教えるとかっていうね、なんかそういった偉い立場でってことではないですよね、きっと大原さんは。すごく共に、寄り添って、一緒に走っていくというか、それをなんか共に、大原さんの喜びの、ゲームを楽しむかのようになさってる人生なんじゃないかなっていうのをすごく聞いて感じました。ありがとうございます。ちょっとね、ありがとう質ござい問ます。項目、特段こう、これっていうのではないですけど、自然な流れで、インタビューをさせていただきました。ではですね、こちらちょっとあと残り時間もあれなんですが、最後にですね、このリアスショートストーリー、これ、本当に美しい時代を作る人たちということで、インタビューさせてもらってまして、で、本当に若い方から、本当に、年齢は大先輩っていうところまで、本当にいろんな方のお話を聞かせてもらってますけど、今、本当、大原さんが、これを見てくださってる、視聴者の方に伝えたいメッセージ、何かあれば最後にコメントお願いします。そうですね。やっぱり自分の人生の時間って限りがある。その限られた時間ってできることってやっぱそのたかが知れてると思ってて。だからこそその自分のやりたいことっていうのがあるならば、まあそこに対しての行動っていうのを選択して、そこに集中して時間を投下していくことっていうのも、まあ一つ、自分が死ぬ時によかった、この人生でよかったなっていう。得るような人生になるんじゃないかなと自分自身信じてそうやって動いてるので、そうやって自分の人生良かったなって思える人が一人でも多くなるといいなと思ってます。
いやー、素晴らしいコメントありがとうございます。本当ね、皆さん、こういったね、大原さんのように、しっかりそこをね、寄り添ってくれるような、若者がいますので、ぜひぜひ、ツイッターとかですね、Facebook のリンクは下に貼っておりますので、よかったら大原さんとつながって、より良いね、美しい時代を作っていく、仲間として、なんか、一緒にやっていけたらいいなと思います。はい。今日はお忙しい中ですね、インタビュー。一緒に撮っていただきましてありがとうございます。ありがとうございます。